最初はグッジャケットあれ？どうまいな。うまい。ゴープロ実況チャンネル。寒いな。今日は1月3日朝の8時半。こんな早から行動してることって本当にレアだと思います。筆下ろしをしに行きますサバイバルゲーム、サバゲー、どうしてもやってみたくて、この欲求止められない、だからちょっと初めてお一人様やけど行ってみようかなと思います。まあ今日の目標というか課題的にはいい映像が撮れること、綺麗な映像が撮れること、これかな。まあチャンネル名のごとく GoPro 実況チャンネルってことでね、 GoPro をいかにこう使えるかみたいな、 GoPro でもこういう映像撮れるんやな、ガンカメラとか持ってないんで、その代わり GoPro はたくさんあるっていうことで、GoPro をガンカメラ代わりにつけたりとかで、まあ、あの目線カメラ、ね、みんなよくやってる目線カメラも、あれですわあの少しだけこう一、ね、練習じゃないけどシミュレーションね、家でしてて、いやこっちがいいな、あっちがいいなみたいなね、ところで、まあ、試行錯誤しながらのカメラマウント位置とかしてるんで、まあ、どんな感じになるか分からんけどな、たくさんヒット撮りたいとかそんなんじゃなく、まあ、ほんまエンジョイ勢ですよね、ガチ勢とかじゃなくエンジョイ勢、楽しんでみたい、戦争ごっこ楽しんでみたいっていうで、さらに映像がちゃんと撮れればなっていう、やっぱりなんかなんていう、不純な理由というか不純な動機が多いよね。サーキット走るっていうのも、走ってタイムがどうのこうのっていうのは当然あるんですけど、どっちかというとサーキットで車載動画を撮りたいっていうところから始まってサーキット走行を始めてるわけでね、どっちかというとちょっと不純な動機が多かったりはするんですけど、サバゲーも、まあ、やってみたいのもあるんですけど、どうせやるなら映像をちゃんと撮りたいなっていうところでね、まあ、GoPro たくさん持ってきてますけど、たくさん持ってきても使うの2つですけどね、予備として1個持ってきてますけど、どんなんなるかな、1日持つんかな、俺の小さい体力持つんかどうか分かりませんけど、まあまあお弁当とかも楽しみやしね、行ってみようかなと思います。それではレッツゴー。赤やからいいですね。はい、入ってずっと奥で、はい、さあ初やな、初めての戦場、初めてっていうか1回しかないからな、よろしくお願いします。見てくれるような人絶対いかないし、俺今日初なんです。初でそんなすごい装備、いやでもカメラだらけで、カメラは車でずっと使ってたんで、新境地を開拓する。そうそうそ
ナイスヒットゴール。ヒット。全然分からへん。どこにおる？全然分からへん。そこにおる。え？これは難しいな。へっぴり腰に入った。おった。うあ、ヒットー。あ、ヒット。あ、ヒット。あ、ヒット。最初はグー、じゃんけんぽん。はい、よいしょ。最初はグッジャンケンポン。そんなこんなでようやくお昼休み。初サバゲーにもかかわらず、この日は合計20ゲームほどの開催。午前中だけで8ゲームを消化し、撮影容量も半端なく多かったのでダイジェスト編集でお送りしました。まあそれにお一人様やしな。ほんま正月明けのいい運動というかヘロヘロっす。で、楽しみの一つやったお弁当もボリュームあって美味しかったな。ちなみに今回チョイスしたのはとんかつ弁当の大盛りでした。サバゲー動画でよくあるこのゲームは〇〇戦とか、そんな編集をするほどの取れ高もないし、知らない人もいると思うので初心者なりに説明します。これが三崎サバゲーの簡略マップ。動画で見るより結構広い。左上部が CQB エリアって呼ばれる入り組んだエリア。出会い頭的な接敵でハラハラドキドキしまくります。右下部は複合エリア。談合とか壁もあったり起伏もあったりで気分は戦場って感じで、 CQB エリア限定とか複合エリア限定とか全エリアとかで毎回変わる。それに加えてフラッグ戦とかメディック戦とかルールの違うゲームを組み合わせてするっちゅう感じ。思ったのはそういう細かいルール分からなくても覚えなくてもゲーム前に説明してくれるので、それを聞いてれば問題ない。それを学びましたとさ。今回のおもちゃもついでに紹介しておきます。電動ハンドガン、電動コンパクトマシンガン、エアコキのショットガン、この3丁。電動の2丁に関してはほとんど出番がなかったです。売ってて楽しかったのはやっぱりショットガン、マルゼンの CA870 って機種ね。これ1万円でお釣りが出て、バッテリーもガスも必要とせず、己の腕の力だけで動かす、まあある種のロマン銃。ただ命中精度もいいし軽いし、ガチコンってね、コッキングって言うんですけど、その動作が非常に楽しい。電動みたいに弾数弾数は稼がれへんけど、その分 BB 弾の消費も少なくって、ほんとエコなエアガンです。長い動画になっちゃってますが一気にアップするので時間のある時か、まあちょびちょび見たってください。じゃあ後半戦行ってみましょう。
ホタルが好きですね。ボス中一人ドン、はい、ヒットヒット通りまーす、ヒットでーす、ヒット通りまーす。あ、みんな走らな、もう走られへん。奥へ行く人、こっちへ行く人、右行くんやから、開けたら、撃たれたら、その場でしゃがむ。ああな。ええとこおる。よっしー、かわいいね。はい、ナイスー、大巻きで消してください。よっしー、緑色と同化してるからな。同化してるじゃないで、同化してるよね。ナイス、ナイス、横上から見たらわかるやんけどね。ラドリー、ラドリー、ラドリー。ナイスゴール。いいわ、今の気持ちいいわ。気持ちいい。よし、やろう。そんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。感想とかをね、ちょっとサブチャンネルの方にも上げてるんで、そちらもよかったら見てください。ほんじゃあまたね。